時に電話ではコミュニケーションと思うわけ。電話はさ、緊急連絡のためにあるのが電話なんだよ。もういつもお前の方から来るじゃないか。来るよ来るよ、あんたから来ないからじゃん。私はね、やりたくてやりたくてしょうがないの。うわぁ、夫婦喧嘩バラエティ喧嘩の花道。普通ね、みんなね、週にね、4、5回はしてるんだよ。私友達にね、週にね、1回だっつったら、1回じゃないや、月に1、2回だっつったからね、笑われたよ。どっか病気なんじゃないのっつって。お前、俺お前前あれおかしてるだろ。お前いつも大体おかしてないです。おかしい。私ね、ね、君がやらないためにね、私ね、今さ、縄跳びとかさ、いろんなことやってさ、性欲をごまかしてるんだよ。普通さ、目と言い間違えてる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。言えないからさ、言ってあげてんじゃん。でも働いたお金なんかみんな自分のあの、まあ、趣味的なやつ買っちゃったり。じゃあ反対すれば、言えばいいじゃん。言いたいんだったらその時言えばいいでしょ。こんなところで言わなくたって、その場その場で言いなさいよ。福岡さんのご主人です。こんにちは。真面目そうなご主人ですね。真面目なんですよね。真面目ですね。奥様はおとなしい感じの。いや、逆に結構追放なんですけどね。迫力ある、今日もう頑張っていい会社と思って来たんですけどね。じゃあいつも喧嘩をすると結果的には、負けてしまって負けてしまってる。福岡さん、奥様です。こんにちは。今日喧嘩ですけど、はい、一番何を旦那に言ってやりたいですか。そうですね、もうね、とにかくね、おとなしすぎるんですよ。で、自分の意思を言わないんですよ、はっきり。だから言いたいことあったらもう言いなさいよみたいなことをガツンと言ってやろうかな。イライラするでしょう。すっごいイライラしますよ。やっと口を開いたかなと思うと腹立つことなんですよ。本当にだから植物みたいな人だねって言ったこと。打っても打っても響かぬ夫にしびれを切らす妻、その原因が自分にあると気づいているんでしょうか。それではご夫婦ご紹介しましょう。神奈川から来てくださいました福岡夫妻です。旦那さんはコンピューターのソフトウェアを制作、一方奥さんはケーキ職人、パブでのバイトなど積極的に仕事に取り組む女性。奥さんが仕事関係で悩んでいた時に旦那さんと出会い、そのあまりの優しさに惹かれたといいます。しかし今ではその優しさが奥さんにとってただ頼りないだけに移り始めているとか。自分の意見をはっきり言ってほしい、それが奥さんの願いです。ご主人は今までにご不満を一言も言ったことがないという、奥さんにとってはそれも不満の一つだとか、いうことでございます。たまにはね、自分の意見を言いなさいよ。いっつもいっつも人の言いなりばっかりになって、何なのよそれ。自分が言いたいことがあったら言えばいいでしょ。で、何でもかんでも人に任せっきりで、言いたいことあったら言いなさいよ。言いたいことはいっぱいあるよ。頑張れ頑張れ。お前が家のかお金ばっかし使って頑張れ頑張れ。絵ばっかし、絵やもう壺ばっかし買って、家の家計がもう、もう毎月なんか5万円ぐらいの赤字になって、しっかりしょうがないで、か頑張れみんな毎月の赤字はみんな俺の貯金から分取って少しか、あの家のお金を考えて使え。じゃあね、言わせてもらうけどね、じゃあ自分は私が何か買いたいって言ったことに対してそんなもん買うなよとか反対したことある？なんだってそうでしょ。ああ、何々欲しいなって言ったらお金があれば買えば、いっつもそうじゃん。一時が万事そうだったじゃん。昔からそうだったじゃん。でも全然あの家計のこと考えてない。全然考えてなくありません。だから一生懸命働いてるんでしょ。こっちだって働きたくないよ、そんなこと。そんなんだったら。でも働いたお金なんかみんな自分のあの、まあ、趣味的なやつ買っちゃったり。あの、じゃあ反対すれば、言えばいいじゃん。言いたいんだったらその時言えばいいでしょ。こんなところで言わなくたって、その場その場で言いなさいよ。こんなところ、なんでこんなもん買うんだよ、必要あるのかとか言えばいいでしょ。こんなところ
言わないで黙ってるじゃない。だいたいね、その自分の意思っていうのを本当にね言わないっていうのがね、もう腹立ってしょうがないよ。どうなのよって、あんたはどうなのよって思うよ。だってなんかやりたいって言ったら、うん、やろうか、やれば、みんなでカラオケ行こうよって言ったら、うん、行こうか、たまには飲みに行こうよって、行こうか、で別居しようよって私が言い出したら、うん、そうだね、しようよって言うし、いやいや、それはあの車で事故になった時だってさ、私がもう事故ですごいもう生きるか死ぬかになった時に、あ、もうダメだと思ったって言ったじゃん。ダメだと思わないでよ。何それ、もう信じらんないよ。気失ってさ、もう倒れてて血まみれになって倒れてたら、後で言ったじゃん、もうダメかと思ったって。嬉しかったの、すごいね。本当にあの時ね、なんか情けなくなったよ。なんで、普通だったら大丈夫かって言うのが普通じゃないって思った。もう本当になんかやっと口開いたなと思ったら、そういうこととか、もう私が一生懸命国家試験受けようと思って勉強してたら、普通だったら、あ、やってるな、頑張れって言ってほしいじゃん。なのにどうせダメだよ。私あれだってすっごい腹立って、気を楽に持たせようと思ったんだよ。ああ、どうせダメだよって言わしといて、この受かって、もちろん受かってほしいよ、受かってほしいんだけど、ダメでもいいよってことよね。でも事故の時は気楽に、ええ、あの、とにかくでも、まあ、とにかく倒れてたんで、正直に、ね、まあ、正直にダメかって。この車の後だってそうでしょ。保険金の問題とか慰謝料の問題とかだって全部私やったんだよ。私先方に怒鳴られたんだから。自分はなんか黙秘権かなんか知らないけど黙りこくって。黙秘権、あんた男でしょ、一家の主なんだから、そういうことじゃガツンと言ってやってよ。夜の夫婦生活なんかはご主人はそこはバシッと決める？いや、全然もう相手にさせてくれない。もう全然、全然もう嫌っちゃって、もう本当にもう1年に 1,2 回やるかとか、そのぐらい。もう全然1年に 1,2 回もないでしょ、うん、なんか言ってほしいんですって、こう奥さん。もうでも結構あの最近もう本当すれ違いっていう感じがあって、こう言う場所って、いい、だからそう思ってるんだったら言えばいいでしょ。こういう話し合いの場を作りたいんだよって、いつか一日空けといてくれっていうこと言えばいいじゃん。それを言わないからでしょ。言わないから私はいいじゃん、別に行くよ、仕事があるんだもん、やることがあるんだもん、外に出たりもするよ。もしだから私は思ってないから言わないの。私も話し合いの場を作らなきゃいけないなと思ったら私は言うけど、思ってないから言わないの。あんたがそう思ってるんだったら言えばいいでしょ。話し合いの場を作りたいんだって言えばいいじゃない。なんで言わないの。もうほとんどあのもうギチギチ、もうだから別に今日明日の話じゃなくって、もう今はね、来週2週間後まではスケジュールが詰まってるっていうのがもし分かってたら、じゃあ3週間後のいついつでもいいじゃない、1ヶ月後だっていいじゃない、この日開けといてくれって。自分も開けるから、なんか話し合おうって、家族でコミュニケーションでもいいから、そういう日を持とうよって言えばいいでしょ。言いなさいって言ってんのよ。それが1日1回よ、これ話す1回の時間持ちたい。今言ってんですよね。持ちたい。本当にね、もう植物みたいな人だよね。私はあんな壁と暮らしてるみたいな亭主いらない。壁だってね、たまに口開くと前のこと言っちゃう。何の頼りにもなんないね。意見はない。いい人って、いや、いい人なのかもしれないけど、私は嫌。パス。いやー、もっとやっぱりね、喧嘩にしてみるぞと思ってたんですけど、まあいつもに比べればかなり言ってる方かもしれないんですけど、でもなんかやっぱり頼りないですね。思ったより全然言えなくて負けちゃいましたね。ちょっと非常に悔しいですね。普段と比べるとどうですか、今日は。まあやっぱり普段よりは少し言えたかなと思ったんですけどね。田村隆弘ってな、これはパンツマのせがれだ。田村隆弘のあのほら白のね、丹下左前のあの辺り、若い頃のあの辺も良かった。あれは大河内伝次郎。違うわよ、田村隆弘、眠り京四郎か、あの辺までは良かった。全然わかんないですけど。田村隆弘とは良くないよ。もういいです。僕は2年後輩だけどね。いや、そんなことは。なんか旦那様は、なんか選手とか意識だよ。もうご結婚は何年目でやっちゃう？35年目です。35年目。女房が旦那に口答えするなんていうのは信じられない。もってのほかだ。
もう3歩下がって歩けと、そういうような時代だったんです。もう言って聞かしたいですね、若いもんに今の。今の女、女、男は思ってるじゃないですか。今日はポイントなんですか、その、まあ、ポイントはやっぱり、35年前を、はいはい、あの思い出すと。あの初心忘れるなと。そう、いいことでね。やっぱり奥ゆかしさ、はい、ね、あの慎み深さ、はい、そういうものをもう一回、まあ、よく考えてみようというようなことを、左右の感じにアッパーに何を持ってるか。いいですね、どんな旦那様ですか。頑固で頑固で、もう気が短いから、もうすぐにもうカッと怒って。全然変わってないですか、35年前から旦那さんは。そうですね、先がまだこれから長いですからね、ですからもう私のペースにやっぱり持っていかなきゃいけないって、私は人生自分でそう思いますからね、指示にも従ってもらうように頑張ろうと思います。頑固な夫にはなぜかメカ音痴が多いそうです。それではご